事件の捜査や警備に当たった警察犬の慰霊祭が行われました。<れ>東京板橋区の東京家畜博案院には警察犬が祀られていて、毎年春と秋に慰霊祭が行われています。去年10月、イグナッツ号が11歳で、今月11日にはユンボウ号が12歳で死に216頭になりました。 実職にですね、えー、しっかりと最後まで職務を圧倒してくれた。本当にありがとう。イグナッツ号は強制外接事件で容疑者を確保した場所から犯行現場を特定して事件を解決に導くなど、およそ8年間で501回現場で活躍しました。